村田真一は、日本の写真家、文筆家、長野県出身。1990年海上自衛隊に入隊し、満期除隊した後、ジャーナリストとしての活動を開始する。1990年以来、ドキュメンタリー写真家として、パレスチナ、ソマリア、ボスニア、チェチェン、アルジェリア、コンゴ、ルワンダ、ブルンジ、コソボ、イラク、レバノン、シエラレオネなど戦場を、 主に撮影。1990年代半ば以降、戦場だけではなく、キューバ、スイスやハーイでも撮影し、広い意味での旅的な写真にも取り組んでいる。いわゆる戦争報道や、フォトジャーナリズムとは一線を画した、新たな表現を試行するとともに、戦争報道にとどまらないより本質を表す、表現を追求している。イスラム世界についての取材、報告が多く、 諸書,書でパレスチナ難民への取材を通じて、パレスチナ問題についてはイスラエルがパレスチナ人の権利を認めず、交渉でも情報しないことについてイスラエルを呼び、ユダヤ人に対して批判的見地を述べている。また、2011年の東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故の後、被災地にもたびたび通い、特に福島には今でも通い続け、メディアでの発表も続けている。 1996年、ザイールでのエボラ出血熱などの取材写真と記事で第27回講談社出版文化賞写真賞を受賞している。ありがとうございます。